岸田政権がですね、またまた留学生を増やすと発表になっておりました。現在日本には留学生が23万人ほどおります。これをですね、ゆくゆくは50万人に増やすと岸田政権が発表しておりました。どうやら支援を拡充するようなんですけれども、留学生に対する支援は学費、生活費、家賃、医療費、渡航の飛行機代まで出してあげて、一人当たり約年間380万円が留学生一人のために使われております。これが50万人となりますと、その額は9000億近くになってしまいます。これだけあったら国立大学全部無料にしてもお釣りが来るんではないでしょうか。米国ではですね、留学生は倍の授業料を払わせるそうであります。留学で得た学術を米国のためには使わない、自国に戻って自国のために使う、だから留学生は学費が倍、こういう理屈らしいんですが、なかなかに理屈が通っております。遣唐使も遣隋使もそうですが、みんな自分の金で命がけで勉強しに行ったんではないでしょうか。どうして日本は生活費も学費も出してあげるから勉強しに来てください、こんな情けないことになってしまったんでしょうか。岸田政権には留学生にお金を使うよりも日本人の学生のためにお金を使ってもらいたいものであります。日本人の学生に対して奨学金を貸し付けておりますが、これはですね、最大で450万円ほど貸し付けて600万円取り立てるというただの金貸しになっております。やってるのは文科省の外局の日本学生支援機構というところなんですけれども、どこが支援してるんでしょうか。日本学生ローン機構に名前を変えた方がいいと思います。さらにはですね、その貸し付けで年間50億円ほどの利益を得ていると、全くただの金貸しであります。日本政府は日本人の学生を支援する気が一つもありません。留学生の学費はただにしても日本人を助ける気はないのであります。どうして岸田政権が留学生を50万人に増やそう、そんなことを思いついたかというと、それは簡単です。少子化で日本人の学生が減ってバタバタと学校が潰れるのを防ぐためであります。私はそういう学校をゾンビ学校と呼んでるんですけれども、これらのゾンビ学校、文科省の官僚の天下り先、それとメディアの天下り先としての需要があります。何をやってるかよくわからない学校の教職員には元朝日新聞であるとか元 TBS であるとか、そういうのがゴロゴロしております。ですのでテレビ新聞は留学生の支援がこんなにあるということを決して報道いたしません。そして学生が減って人気がなくて潰れるべくして潰れる学校が税金によって生かされていることも決して放送いたしません。文科省の官僚と結託して天下り先としての需要があるからであります。メディア関係者もなんとか女子大の客員教授とかに収まれば見栄えもいいもんですから、学校に天下りしてまいります。岸田政権は外国人の留学生ばかりを優遇するんでなく、日本人の学生もちゃんと支援してもらいたいものであります。